アルブレヒト・テオドール・エミール・フォンローン・伯爵は、プロイセン及び、ドイツの軍人、政治家。プロイセン陸軍大臣として、国王・ビルヘルム一世の軍政改革を任せられていた。オット・フォンビスマルクを最小に据え、軍政改革を断行して、ドイツ統一に関わる三つの戦争の勝利に貢献した。1873年には一時的に、プロイセン首相も務めた。 軍人としての最終階級は1873年1月、元帥、プロイセン王国東部の土地貴族の出身、陸軍用年士官学校を出て、1821年にプロイセン陸軍に入隊、陸軍大学を経て1836年に参謀本部に配属され、参謀将校としてキャリアを積んだ、1848年革命のバーデン。 大公国での反乱の鎮圧に従軍した際、鎮圧軍総司令官のスメラフ等々とビルヘルム王子の目に留まって彼の側近となった。ビルヘルム王子より軍政改革案の立案を任せられ、自由主義、民主主義、ナショナリズム的な要素が強いラントベアを交尾軍にして弱体化させつつ、 正規軍の現役兵役3年制を維持し、徴兵数を増加させる内容の軍政改革案を作成した。ビルヘルム王子が摂政となった後の1859年に陸軍大臣に任じられる、軍政改革予算案を承認させるべく衆議院と折衝を図ったが、自由主義者が多数派を占める衆議院は拒否した。衆議院に対する軍事クーデターを主張する。 エドビン・ホンマンとイフェル軍事内局局長に反対し、憲法体制を破壊せずに、軍政改革を断行する道を模索した、小ドイツ主義統一を掲げて、自由主義者の怪獣を図りつつ、自由主義者の協力が得られない時には強引な憲法解釈で無予算統治を行う、覚悟のある、オット・フォンビス・マルコを支持し、1862年、国王・ビルヘルム一世に、 彼を最小に任命させた、ビスマルクの無予算統治によってローンは、軍政改革を断行することが可能となった。1864年の対デンマーク戦では、ビスマルクと共に、デュペル要塞攻撃を支持し、参謀総長モルトケと対立した。また、デンマーク戦後には、親王派のマントイフェル軍事内局局長を左遷に追いやった。 1866年の広島戦争や1870年の不仏戦争でもしばしば軍事上の問題でモルトケと対立したドイツ帝国樹立後の1873年に一時的にビスマルクからプロイセン最小職を譲られたが鉄道協会設立の経費をめぐる疑惑の追求を受けて失脚しすべての役職を辞して引退することとなった ローンの軍政改革が3度のドイツ統一戦争の勝利に貢献したと言えるため、ビルヘルム一世は、ローンが剣を研いで準備し、モルト家がこの剣を振るい、ビスマルクは外交で他国の干渉を防いで、プロイセンを今日の勝利に導いたと評した、プロイセン王国ポンメルン県のコルベルクに生まれる。ローン家は歴史ある名門貴族というわけではなく、もともとは、 オランダのブルジョアだったと考えられている。プロイセン移住後に、騎士領所有者となった貧乏貴族の家系である。ローンの父もプロイセン軍将校だったが、ナポレオン戦争で戦死している。母もプロイセン軍人家庭の出身者であった。ボンメルン地方の経験主義のサークルの中で育ち、1816年に、クルムのプロイセン陸軍幼年士官学校に入学し、1821年に、少尉として、 コレベルクの不評連隊に配属された。1824年に、ベルリンのプロイセン陸軍大学に入学した。1826年に、同大学を卒業すると、ベルリン陸軍幼年士官学校の教官となった。在任中、ミラターシャランダーベ・シュレイバーング・ホン・オイローパなど、いくつかの軍事地理学の本を表した。1836年に大位に昇進するとともに、 参謀本部に配属された。1842年に少佐に昇進するとともに、陸軍大学の教官となる。1844年に、フリードリヒカール王子の軍事教育係に任じられ、王室との縁故ができた。1845年に、第8軍団の参謀将校となる。ここには、後の参謀総長、ヘルムート・フォン・モルトケも、参謀将校として配属されていた。 1849年に第8軍団参謀長となる。第8軍団は、1849年のバーデン、大公国の自由主義者の反乱鎮圧の際、鎮圧軍総司令官のスメラフ等々とビルヘルム、王子の指揮下で参戦し、ローンも従軍した。これがきっかけとなり、以降ローンは、ビルヘルム王子の取り巻きの一人となる。1850年、中佐に昇進し、 トルンに駐留する第33予備不評連帯連隊長に就任した。1851年には大佐に昇進し、連帯ごとケルンへ転属となった。ケルンはビルヘルム王子のコブレンツ宮殿に近かったため、移行頻繁にビルヘルムの院権を受けるようになった。1856年に少々に昇進した。1858年6月25日に聖ヨハネ騎士団の騎士となる。 その翌日に、ビルヘルム王子から、軍政改革案の作成を命じられた。軍政改革を起とした、ビルヘルム一世。当時のプロイセン軍では1814年制定の、兵役法により20歳以上の男子に対して、正規軍の現役兵役3年、予備役兵役2年が課されていた。また、予備役終了後には1815年制定の、 ラントベア条例によって39歳までラントベアの兵役に服することが義務付けられていた。ラントベアには第一兵役と第二兵役があり、戦時には第一兵役は正規軍とともに野戦軍となり、第二兵役は後方の守備や兵団を担当すると定められていた。予備役とラントベアの兵役は平時には一般の市民生活を送りながら、 定期的な軍事協連に参加し、戦時に動員される、正規軍とラントベアは、お互いに独立した軍隊だった。しかし実際の運用面においては、いろいろな問題があった。まず財政状況から、正規軍の現役兵役3年が維持できておらず、2年、もしくは2年半に限じられていた。また、人口の増加にもかかわらず、徴兵数は4万人で固定されたままだったため、 多数の青年が徴兵から逃れていた。もし動員されるとなれば、徴兵されているものは39歳未満なら既婚者で、あってもラントベアの兵役について、家族や仕事から離れねばならないので、その家族は、旧品浮上を受けることになる可能性が高かった。一方で、最も徴兵に適している結婚していない若者は、徴兵されていなければ一般市民生活を送っていることになり、これは、 著しい不平等と考えられた。またそもそも年齢層が高めで寄婚者が多い。ラントベアは軍隊としての能力や指揮を専門軍人から疑われていた。加えて思想面でも民主主義、ナショナリズム的要素が強かったため、絶対主義者であるビルヘルム王子はラントベアに強い不信感を持っていた。早急な軍政改革が必要と考えた。 ビルヘルム王子は、1858年6月、ローンに、その計画案の提出を求め、ローンは7月に、それを提出した。ローンの案は、ラントベーア第一兵役を正規軍の参加にし、加えて3年兵器制維持と徴兵数の増加、陸軍幼年学校の増設などを柱としていた。一方、陸軍編成局に所属する、クラウゼビッツ中佐は、財政的に、 兵役三年制の維持は不可能なので兵役は二年とし代わりに予備役の兵役を一年増やすべきとした。またラントベアは独立した軍隊としつつも野戦軍ではなく要塞守備専門にすべきとした。この案は陸軍大臣フリードリヒホンバルダー勢に支持されて陸軍小案としてビルヘルム王子に提出された。だがビルヘルム王子は現役兵役三年維持に こだわりがあり、ローガンを支持した。ビルヘルム王子は1858年10月9日に正式に摂政に任じられ、プロイセン王国の統治権を委ねられた。彼は、早速オットーデオドールフォンマント・イフェル内閣を更迭し、自由主義的保守派によって構成される、新時代内閣を誕生させた。陸軍大臣には、グスタフフォンボーニンを任じた。 軍事リアリストとしての面を評価しての任命だったが、彼には自由主義的なところもあり、間もなく、ビルヘルム王子と対立することとなる。1859年1月、ビルヘルム王子は、某人陸将に多額の予算が必要になったとしてもローン案の軍政改革を支持する旨を通達した。しかし、某人は、ラントベアの独立性を奪いすぎることは、 国民の軍への信頼を低下させると恐れていたため、ラントベア改革については、野戦軍から除外することのみに止めるべきと主張した。また財政面から考えて3年現役兵役制の維持は不可能であるから、形式的に兵役3年としつつ、当期休暇制度を導入して、実質的に兵役2年半にすべきと主張し、ビルヘルム王子の不況を買った。陸軍大臣。 アルブレヒト・フォンド・ン・オリ氏も、某人陸将は、ビルヘルム王子の軍事官房である、エドビン・ホン・マント・イフェル軍事内局局長と人事権をめぐって対立を深めていた。ビルヘルム王子は、マント・イフェルの震源で1859年7月に直令を出し、その中で人事や軍令について、国王と軍団長の間に陸軍大臣が介在することを拒否し、 軍の人事権はあくまで国王にあることを確認した。これにより、陸軍大臣は、軍事予算に関する副書記能を残すのみとなった。孤立無援となった亡人は1859年11月28日に、陸将を辞任した。その後任に選ばれたのがローンであった。陸軍大臣就任と共に中将に昇進している。ローンは、新時代内閣を牽制するために軍が、 内閣に打ち込んだくさびであり、閣僚たちの中では、異質な存在だった。なお1861年には、プロイセン海軍省が新設されたのに伴い、陸軍大臣が海軍大臣を兼務している。陸軍大臣となったローンは、早速、ビルヘルム王子の軍政改革を推し進めようと、図ったが、衆議院の自由主義勢力は、ドイツ統一のため軍閣の必要性は認めつつも、 長い兵役は国民の経済的自由への侵害とみなしており、また、ラントベア弱体化も軍隊から市民的な要素を奪い、王権を強化しようとするものと批判していた。そのため1860年1月12日に召集された衆議院の軍事委員会は、軍政改革について、徴兵数増加には賛成しつつ、三年兵役制とラントベアの野戦軍からの分離、 多額の経費には反対した。ローンは、軍政改革は、国王の統帥権で当然に実施されるものとして、議会にはその予算問題のみかけることとし、陸軍大臣に900万ターレルの使用を認める、暫定法案を議会に提出した。これに対して、衆議院の自由主義者たちはこの金額では3年兵役規制は、実施できないし、短期間ごとに、 軍政改革予算を特別経費として議会が審議することを状態化するチャンスと考えた。また、ビルヘルム王子の軍政改革を拒否しすぎて、彼を完全に保守陣営の側に追いやりたくはなかった。そうした意図から、自由主義者たちが軍政改革が最終的決着を見るまでの暫定的措置として賛成に回ったことで、暫定法は1860年5月15日の 衆議院本会議において、ほぼ満場一致で可決された。この財源を使ってローンは、ラントベアの連帯をいくつか解散させる一方、正規軍の連帯数を増加させ、貴族の将校への道をさらに広げた。1861年1月2日に、国王フリードリヒビルヘルム4世が崩御し、ビルヘルム、その後召集された、衆議院は、第二次暫定法を可決したが、 同時に暫定法はあくまで暫定措置であり、軍政改革を継続するには、兵役法の改正が必要であるとする見解も、決議した。ラントベアに関する改革は、兵役法に反しており、これを統帥権の名のもとに強行することは、命令による法律の改正に当たるためである。それについてロームは、兵役法改正法案は提出するが、それは、政府が自らに課した義務であり、 議会に対して責任を負うものではないと理解していると宣言して衆議院を牽制した。八百六十一年十一月と十二月に行われた衆議院総選挙で自由主義左派政党ドイツ進歩党が三百五十二議席中百九議席を獲得した。他に自由主義右派が九十五議席、自由主義最翼中央派が五十二議席、カトリック派が五十四議席、 ポーランド人派が23議席を獲得した。一方保守派はわずか15議席だった。一気に自由主義的になった衆議院は国王ではなく議会に責任を負う内閣の誕生を要求するようになり、また政府の軍事法案の阻止を図るようになった。ローンはこの選挙結果に同様するビルヘルム一世や内閣に対してもし国王が衆議院に譲歩するなら軍は国王に 不信を抱かざるを得ないと脅迫し、衆議院に対して断固たる姿勢を取ることを求めた。これは、軍事内局局長マントイフェルと同じ立場であるが、マントイフェルは、衆議院に対して、クーデターを起こそうとしていたのに対して、ローンはクーデターには反対していた。ローンは、現行憲法の体制を破壊せず、小ドイ一主義統一を推し進め、自由主義者のナショナリズムの強授を満足させる。 ことによって自由主義者の革命を抑え込み、権威主義体制を守ることを考えていた。これと同じ考えの同志が、夫ー・フォンビスマルクであった。自由主義者の増長を恐れたビルヘルム・イッセイとローンは、1862年3月に衆議院を解散し、さらに、新時代内閣の自由主義大臣たちを罷免した。その後ローンと、増将アウグスト・フォンデア・ハイト男爵を中心とする。 アドルフツーホーエンドエインエルフィンエン内閣を誕生させた。しかし1862年4月と5月の解散総選挙の結果は政府にとってさらに壊滅的だった。保守派の議席はさらに減って11議席になり、政府に協力的な態度を取った自由主義右派とカトリック派も大きく議席を落とした。一方で新歩党が135議席。 中央左派が96議席を獲得して躍進した。政府と議会の協調は一層難しくなった。プロイセン王権の支柱は陸軍のみとなり、ローンが政府の中心となった。1862年8月4日の衆議院予算委員会において委員である、新歩党のカールトベステン、中央左派のフリードリヒ・シュターベンハーゲン、ハインリヒ・ホン・ジーベルの三社は、 軍政改革の妥協案を提出した。ここ至ってローンも、この妥協案で手を打つ決意をし、9月17日に衆議院本会議でその旨を発表した。その日の夜に行われた国王臨席の閣議で他の閣僚たちもローンの方針の指示を表明したが、最後に口を開いたビルヘルム一世は、平役3年を譲歩することは許さないとして、無予算統治で、 軍政改革を断行するか、さもなければ自分は退位すると語った。この脅迫で閣議の流れはすっかり変わり、フォンデアハイト増将らを除く、ほぼ全閣僚が、ビルヘルム一世への無予算統治路線に賛同した。これを受けてローンは、9月18日の衆議院予算委員会で、前日の妥協案の受け入れの一種表示を撤回すると宣言した。怒り狂った、衆議院は、 9月19日の本会議で妥協案を否決し、政府への徹底抗戦の構えを見せた。撤血最小、夫フォンビスマルク事実上内閣の取りまとめ役だったホンデアハイトゾーは無予算統治に反対して辞職した。これにより、法遠道エインゲルフィン元内閣は事実上崩壊した。公認の最小に夫フォンビスマルクを据えようと考えたローンは9月20日、 パリのビスマルクに遅延は危険。急がれよという連邦を送った。この召集はローンの独断だった。9月22日にビルヘルム一世の陰権を受けたビスマルクは無予算統治を行ってでも軍政改革を断行する決意を表明した。これを聞いたビルヘルム一世はビスマルクを最小に認じる決意を固めた。最小となったビスマルクは自由主義者のナショナリズムローンは この演説を自分たちの目的に利するところがほとんどない基地に飛んだ無駄話と表した。この後、ビスマルクとローンは自由主義者への情報を決意し、正規軍現役兵役を職業軍人と徴収兵に分離して、後者を兵役2年とし、かつ保証金を支払えば、兵役を逃れることができる制度を定めた。兵役法案を衆議院に提出しようとしたが、 マントイフェルの進言を受けた、ビルヘルム一世によって却下された。自由主義者の取り込みに失敗したビスマルクは、結局、空撃説という強引な憲法解釈を振りかざして、無予算統治を開始した。これを意見として批判する自由主義者との間に、憲法闘争が巻き起こるが、 ビスマルクとローンは小ドイツ主義統一を推し進めることによって自由主義者のドイツナショナリズムを煽ることで解決を目指した。軍事内局局長、エドビン・ホンマントイフェル小ドイツ主義統一のための最初の戦争が1864年のシュレース・ビヒ・ホルシュタイン問題をめぐる対デンマーク戦争だった。デンマーク軍が立てこもるデュッペル要塞をめぐって 参謀総長モルトケが犠牲が出すぎるとして攻撃に反対したのに対してローンはビスマルクやマントイフェルと共に要塞攻撃を主張したローンとビスマルクはこの要塞を落とすことで話題性を作り国内の憲法闘争を有利にしようと目論んでいたデュッペル要塞が陥落するとマントイフェルは今や国内のデュッペル要塞が問題と称して衆議院に対するクーデターを主張し始めた また対デンマーク戦争勝利後、ビスマルクが小ドイツ主義統一の次なる標的として、オーストリア帝国への敵視政策を取るようになったことに反対し、オーストリアと反革命の連帯を結ぶことを主張した。加えて、最小と陸上の接近を国王の統帥権を弱めるものとみなして警戒し、ローンとビスマルクに対する対決姿勢を強めていった。 ローンとビスマルクは1865年5月、ビルヘルム一世を説得して、マントイフェルをシュレースビヒ総督に任じさせて中央から追放した。1870年、パリ法移戦中にベルサイユに置かれた大本営を描いた絵画、右の起立している人物がローン。テーブルを囲う順に、右隣から参謀総長、モルトケ大将、国王ビルヘルム一世、皇太子、 フリードリヒ、最小ビスマルク、デンマークに勝利したプロイセンとオーストリアは、シュレースビヒホルシュタインをめぐって対立を深めていき、1866年6月に、広島戦争が開戦した。ローンは、この戦争中に、不評代償に昇進している。しかしローンの戦争指導への介入は、限定的にならざるを得なかった。開戦直前の6月2日の直例によって、 参謀総長モルトケに陸軍大臣に図らずとも全軍に命令を下せる権限が与えられたためである。それでもなおローンはしばしばビスマルクと結託してモルトケと対立した。モルトケがオーストリア側についた南ドイツ諸国に対する戦線に投入予定の2個軍団をオーストリアとの主戦場へ移そうとしたことにローンとビスマルクは反対してこれを阻止した。また逆に ローンとビスマルクがフランスを牽制するために一行軍団をライン側に置こうとした際にはモルト家がこれに反対して阻止している。ケイニヒグレーツの戦いの勝利後のウィーンに進軍するか、田舎の論争においては、ローンは当初ウィーン進軍を主張するも、後にビスマルクやモルト家と同じく批判的になっていった。国王ウィルヘルム一世はウィーン進軍にこだわっていたが、 ビスマルクと皇太子フリードリヒがビルヘルム一世を説得した結果、ウィーン新軍は中止され、プロイセンはオーストリアと交話に入った。広島戦争の勝利でオーストリアはドイツから追放され、プロイセン国王を名手とした北ドイツ連邦が樹立された。北ドイツ連邦最相を兼務するようになったビスマルクは南ドイツ諸国との統一のため、フランスとの対立を煽るようになり、 スペイン多い継承問題をめぐって1870年に不屈戦争が開戦した。この戦争でも指揮権は参謀総長モルトケが握っており、ローンはモルトケと対立を深めていった。この絵方兵連隊長をしていたローンの次男はセダンの戦いで戦死している。パリ包囲戦中、パリ砲撃に反対したモルトケに対し、ローンとビスマルクは砲撃を主張した。 最終的にはモルトケが折れて、パリへの砲撃が行われることになり、パリ浜もなく解除され、アドルフ・ティエール政府との間に休戦協定が締結された。1871年に白尺位を与えられた。ドイツ帝国樹立以来、ドイツ帝国最小とプロイセン最小職を兼務していたビスマルクは、病気を理由に1872年12月20日に、 プロイセン最小職のみじして、ローンをその公認にした。1873年1月1日に、ローンが正式にプロイセン最小に任命され、同時に減衰を与えられた。この頃ビスマルクは、ユンカーの領主裁判権を剥奪する、軍法案を可決させるべく、プロイセン貴族院に、同法案に賛成する議員を押し込む、貴族院議員製造措置を強行し、 貴族員保守派から激しい反発を受けていた。リックショーローンも貴族員保守派に同調して、ビスマルクを批判していた。老齢で、軍務経験しかないローンに、最小の職は務まらないと確信していたビスマルクは、ローンを、あえて最小にすることで、プロイセン衆議院選挙において保守派を大敗させ、保守派が再び、ビスマルクを支持せざるを得ない状況を作り出そうと、目論んでいたという。しかし、 プロイセン衆議院選挙を待つまでもなく、ローンと保守派は大打撃を受けることになった。1873年1月14日、国民自由党の議員エドアルトラスカーが、プロイセン衆議院においてプロイセン内閣、主席参事官、ヘルマン・バーゲナーと、プロイセン商務大臣、ハインリヒ・フリードリヒ・ホン・イッチェンプリッツ伯爵による、鉄道会社設立をめぐる不正を追求したのである。 これに対するローンの対応はずさんで、彼はバーゲナーを擁護し、ラスカーこそ汚職にまみれていると批判した。だがラスカーは2月7日のプロイセン衆議院において、実名を挙げて汚職組織を暴いていくことでローンを論破した。バーゲナーは辞職する羽目になり、ローンを7月には休暇に入り、11月には全ての公務から引退することを余儀なくされた。ちなみに、ローンの辞任直前に、 プロイセン衆議院選挙が行われ、保守派は惨敗した。したがって、もしこのスキャンダルがなかったとしても結局ローンは辞職する羽目になったと考えられている。晩年には全息に苦しめられた。1879年2月23日に、ベルリンにて死去、ゲルリッツ近郊、クロブニッツ城内にあるローン家の納骨堂に埋葬された、アルブレヒト・フォンドーン強固な君主主義者であり、 反革命主義者であった。その点では、エドビンホン・マントイフェルら強行保守と変わらないが、ローンはマントイフェルよりは柔軟性があった。共和制や民主主義、国民主権が阻止され、本質的にプロイセンの権威主義体制が守られるのであれば、ブルジョアや自由主義勢力と手を組むことも厭わなかった。ローンは、強行保守の復古路線は逆に王権に危機をもたらすと考えており、 早くも1854年には強行保守たちを批判している。一方で、ローンの前任の暴人陸将や州法等に代表されるような自由主義的保守ともまた違っていた。ローンの見るところ、彼らは自由主義的ブルジョアに追従しすぎであった。つまりローンは強行保守と自由主義的保守の勢力の中間に位置する立場だった。これはビスマルクと同じ政治的立場であり、 そのためローンはビスマルクに最小の道を開いてやったのである。ドイツ統一に貢献したローンだが、その保守性からプロイセン人の意識を強く持ち続けていた。そのため、両方中心主義者であり、両方の独立性を奪いすぎることには反対していた。内心では北ドイツ連邦やドイツ帝国の存在にも強く反発していたという、気さくな性格で冗談好きだったという。 ビルヘルム一世は、陸将と一緒にいると楽しくて、不思議とくつろぐと評した。親しい友人だったロベルト・ルーチュース・フォンバルハウゼンは、最初、ビスマルク、陸将ローン、参謀総長、モルトケ、ナポレオン三世を捕虜にしたセダンの戦いの、戦勝祝賀パーティーで、ビルヘルム一世は、ローンが剣を研いで準備し、モルトケがこの剣を振るい、ビスマルクは、外交で他国の干渉を防いで、 プロイセンを今日の勝利に導いたと語った。その三人の中ではローンが最も地味な存在であるが、これはローンの業績が軍政改革という戦争の準備にあり、戦争が始まった後にはビスマルクの影に隠れた存在となったことが原因である。ビスマルクとは長きにわたって二人三脚を組んだが、彼に不安を感じることもあった。ローンはビスマルクについて、 彼はどんな代価を支払ってでも踏みとどまろうとする。だが、目的を達成するための手段ときたら、目的によって手段は正当化されるのか。とビスマルクの目的のためには手段を問わないやり方を否定的に語ったことがあった。またビスマルクが保守主義にほとんどこだわりを持っていないのではと疑うこともあり、老いのモーリッツ・フォン・ブランケンブルクに、ビスマルクは保守主義者とは保守的に、 自由主義者とは自由主義的に語り合うと嘆いたことがあった。モルトケとの関係は良くなかった。モルトケはローンについて悲観的すぎて一緒に仕事しにくい人物と思っていたという、ありがとうございます。